カイゼロ X は1998年7月14日に任天堂から発売された任天堂 t e n 64用レースゲームカイゼロシリーズの第2作目2007年5月29日より Wii のバーチャルコンソールで配信されたただし振動機能は対応されていない Wii バーチャルコンソール版では振動機能に対応している他メ度ドを下げる代わりにテクスチャに手を加えておらず 原作そのままである。本校では、拡張ソフトである、Kai0X エクスパンションキットについても説明する。レース中に大事故が発生して一時中止され、再開されたというストーリーが存在する。中止されていた期間は3年間だが、この大事故が、初代 k a i グランプリを指すのかどうかは定かではない。本作での特徴として、マシンの追加やコースの立体化、そして、 デスレースなど他のマシンの破壊を推奨するルールなどが挙げられる。コースの立体化の意義は大きく、新ハードの性能を活かして、ジェットコースターのように非常にアクロバティックなコースを実現した。操作における追加点は、重心移動やスライドターン、ドリフトターン、サイドアタック、スピンアタックが追加された。空中を飛んでいる際は、機体角度を変えることで、 滑空時間や速度を上げることができるようになった。ブーストはエネルギー消費タイプに変わり、機体のエネルギーを犠牲にして、ブーストを使用できるようになった。登場するキャラクターにも大きな変化があり、前作では主要4台とモブカーの構成であったが、今作では登場マシンが30台になり、モブカーは削除された。また、マシン30台全てに、名前と、 パイロットが設定されている。これにより、各パイロットの関連性やキャラクター性がうかがえ、ゲームに深みを与えた。機体の重量やアルファベット評価で3項目で、区分けされた性能により、機体自体にも個性が、さらに大きく出ている。レース開始前に加速、最高速設定の比重を調整することもできる。加速設定にするほど、スピードの上昇が早まりブースター使用時の速度も、 大きく上昇するが、高い最高速度の維持がしにくくなる。逆に最高速設定にするほど、時間単位での速度上昇率が低くなるものの、最高速度の減衰が低くなる。敵マシンの AI も、大幅に進化したんなる障害物ではなく、それぞれが優勝を目指して走るという、極めて競技性の高いものに仕上がっている。また、ストーリーにおけるパイロット同士の関係がある。 程度ゲームに取り入れられ、互いを守るように並走する、互いにスピンアタックや、サイドアタックで潰し合う、一方的に攻撃を加えるなど、完成度の高いものになっている。前作では、パワーゲージが0になった状態でさらに、パワーゲージが減るようなことが起こると、即リタイアだったが、本作では、リタイア確定までにタイムラグがある。そのため、完全にマシンが破損して、 リタイア宣言がされる前にゴールした場合、ゴールしたとみなされる。コースアウトによるリタイアも同様で、キャラクターの悲鳴が入る前にゴールした場合、その後、コースアウトで爆発しても、ゴール扱いになる。前日の通り、自分以外の全マシンを破壊するまでの時間を競うデスレースが、ゲームモードに追加された。また、プラクティスで登場するすべてのコースで練習ができるようになったり、 最高4人までの対戦が可能になったのも本作からである。本作ではコースは 3D 化され立体交差、ループシリンダーパイプといった複雑なレイアウトも可能になった。特に隠し要素の一つである X カップはゲーム側でランダムにコースを自動生成するというもので簡単なものではほぼ円形のシリンダーやパイプのコースから複雑なものになると 敵マシンが全員コースアウトしてしまうような起伏のコースまで登場する。BGM はバンド太郎若い宿によるものであり、全曲にわたって激しいロックメタル調となっている。また、前作の曲を2曲アレンジして使用している。なお、今作の BGM はレース中のプログラム処理に負荷がかからないように大容量になるが、処理は軽くなるストリーミング方式が使われた。そのため、 ロム媒体では容量が足りずモノラルで収録されている。このゲームのロムの大半が BGM データである。公式サウンドトラックは2つあり、1つはそのままのゲーム音源で、もう1つは本作の BGM を生バンド形式によるギターアレンジしたものが販売された。使用可能なマシンは初期状態で6台。グランプリのクリア状況により6台ずつ増加。 最終的に30台まで増える。この30台による6コース3周勝負。2レース目以降はリバースグリッド方式が取られる。ブーストは2周目以降エネルギーを一定量消費して使用する。エネルギー残量の限り何回でも使用可能。3週間走者はその順位に応じてポイントが与えられる。第6レース終了時点での累計得点で総合順位が決定される。 スペアマシンがある限りはその回数だけ再レースができる。スペアマシンは初期状態で5台、ノービスランクの場合、スタンダード、エキスパート、マスターはそれぞれ4、3、2台。コースアウト、またはエネルギー残量0での接触等でクラッシュした場合はリタイア。この時、スペアマシンがなければゲームオーバーとなる。敵マシンをクラッシュさせると、 エネルギーが少し回復する。また一レースで5台破壊するとスペアマシンが1台供給される。ランドネット会員のみに配布された拡張キット。カセットと磁気ディスクを同時に使用することによって様々な要素が追加される。カップの追加 DD-1 カップ、DD-2 カップの2つのカップとエディットしたコースをセットできるエディットカップの3つが追加される。 追加されるコースはいずれも本編に比べ難易度が高い。エディットコースエディット、マシンクリエイトが可能。コースエディット機能は、本物の回 0X 開発ツールに非常に近いものがあり、ポイントの座標を64個まで指定して、そこを通る曲線のコースを作る。座標を2つ近接させて指定すれば、角をつけて曲げることも可能。無理のある指定をすると、コースが正しく表示されず、 プレイできない。また、コース作成で指定したポイント間でダートやピットゾーン、それとは別に任意のポイントでダッシュプレートやトラップを置くこともできる。コースの背景や BGM の指定も可能。作ったコースは100個までセーブ可能でエディットカップに登録して遊ぶことができる。なお、コースを作らずにエディットカップをプレイすることも可能だが、その場合は大型の右回りコース、 デフォルトを走行することとなる。マシンクリエイトはフロント、リア、ウィングにそれぞれ用意されたパーツの組み合わせ、カラーリングの変更、マーキングによってオリジナルのマシンを制作するモード、選んだパーツによって重さが決定され、そこにパラメータの調整を加えて性能が決定される。作ったマシンは100台までセーブ可能で既存のマシンのいずれかと交代させて登録することで、 使用できるようになる。このソフトはマウスの使用ができず、またランドネットの通信サービスにも対応していなかったことから他のユーザーとのデータのやり取りが非常に困難、面倒でマリオアーティストシリーズでの作品のやり取りよりも盛り上がりに欠けるものとなった。その他の追加要素ディスクにより拡張された記録領域を使うことによってタイムアタックのゴーストが全てのコースに3つまで セーブ可能になった。また、BGM が、モノラルからステレオになり、新しい曲も追加された。キャプテン・ファルコン、サムライ・ゴロウ、ジョギー・サマーの3人のパイロットには、新しい高性能なマシンが用意されており、登録すれば使用できる。マリオ・アーティストシリーズの、セーブロード画面からディスクを入れ替えこのソフトを、セットすると、各パイロットの画像を持ち出すことができる。 1. 1ミュートシティ、エイトロードシンプルな8の字を描いたレイアウトのコース。終盤に大きなループがある。大乱闘スマッシュブラザーズデラックスで対戦ステージとして登場する。2. サイレンス、ハイスピード路面のねじれを除けばコーナーは存在せず、多数のダッシュプレートが近接して設置されている超、ハイスピードオーバルコース。後半でスピードを上げすぎると、 遠心力に耐えきれずコースアウトすることがある。3. サンドオーシャン。パイプ2本の円筒の内部を走行するコース。1本目のパイプ後半が急激に細くなるので、床面の線を目印に、上下の反転に注意する必要がある。螺旋状に走行すると、大きなタイムロスとなる。4. デビルズフォレスト。スクリュースクリューの名の通り、コース途中で路面がねじれ360度回転する。 場所があるコース。後半は路面の起伏が続く。5、ビッグブルー、シリンダー円筒状の走行路外側表面を走り抜けるコース。独特の走行感覚がある。螺旋状に走行したりスピードを上げた状態でバランスを崩すとコースアウトする危険性がある。また、最後に急な S 字カーブが存在するため、スピードを出しすぎると激突の恐れがある。 大乱闘スマッシュブラザーズデラックスで隠し、対戦ステージとして登場し、また、同作のアドベンチャーにてこのステージを一部模したステージが存在する。6. ポートタウン。ハイジャンプコース途中の大きな高低差を持つジャンプ台が最大の特徴。落下時は重心を前に倒して一気に加速を図る。前半のクランク、ジャンプ前のスリップゾーンが難所。1. セクターアルファー。 ロールオーバー上下反転、ツイストなど重力を無視した特徴的構造を持つ。スタート直後突然宙返りを行うアクロバティックなコース。2、レッドキャニオン、ジャンプジャンプ長方形のコース中ジャンプがひたすら続くコース。登っては落ち、登っては落ちの繰り返しである。3、デビルズフォレストにアップダウン激しい起伏の繰り返されるジャンピングスポットの多いコース。 終盤に非常に細いシュケインが存在する。4. ミュートシティにテクニカル高低差、起伏の全くないコース。その代わりにジャンプ台や急激な腹印の増減が繰り返され、トンネルによるブラインドコーナーも多用するテクニカルサーキットである。5. ビッグブルーにクイックターン級な宙返りやヘアピンコーナーにより非常に密集したレイアウトを持つコース。 ガードビームのない場所が登場し、この辺りから難易度が上がり始める。6. ホワイトランド、ステップアップロードトンネルを抜け、ループから終盤にかけて、ガードビームのない状態が続く、コースアウトの危険性が非常に高いコース。ゴール直前の階段状のジャンプ台が最大の特徴。1. ファイアフィールド、ジグザグジャンプ灼熱の溶岩を眼下に望む惑星が舞台。 スタート直後の細いジャン着地に失敗したり飛距離が足りなかったりすると、即リタイヤとなる厄介なコース。ちなみに、曲はサンドオーシャンのものが使われている。2、サイレンスに、ウェーブロード序盤はひたすら螺線上に上昇。その後、連続ヘアピンが続き、終盤にガードビームのない、激しくうねった場所が出現。中盤のヘアピンさえ攻略すれば、 比較的スピードの出しやすいコースではある。3. セクターベータ、ムーンサルトムーンサルトの名の通り、逆中返りが特徴的なコース。ループの外側を走行することになるので、速度を上げすぎるとコースアウトする危険性がある。本作屈指のアクロバットコースである。4. レッドキャニオンにスリムラインコース全体を通して、道幅が狭く、高度なマシンコントロールが要求される。 高難易度のコース。非常にタイトなコーナーも登場し、ブーストの使用突破ワーゲージに関しては最新の注意を払わなくてはならない。5、ホワイトランドにハーフパイプパイプを上半分丸ごと取り払ったハーフパイプの形状をしたコース。パイプとは異なり、コースの両端ではっきりと重力が働くため、スリップしながら振り子のように煽られてコースアウトする危険性が高い。 途中複合コーナーも配置されており、最難関コースの一つと言える。6. ミュートシティ3。クランククランククランクと直線の繰り返される、キングカップ最終コース。起伏が全く存在しないがあり、ガードビームが取り払われた区域が多く現れる。ブーストとジャンププレートを駆使し、いかにタイムを短縮させるかがポイント。1. レインボーロード。レインボーロード路面が虹色のコース。 壁のある部分は、ほぼないに、等しく、とても、コースアウトしやすい。回 0X では最も長いコースである。マリオカート64の、同盟コースと形状がそっくり。場所は、ビッグブルーだが、BGM は、セクターと同じ曲が流れる。しかし、エクスパンションキットを使うことによって、マリオカート64のアレンジ版を流すこともできる。2、デビルズフォレスト3。 ミラーロード同じ形のコースが上下に反転して、重なっている。ゴール付近の反転時にパイプを経由する。3. スペースプラント、シリンダーハイジャンプシリンダーと、急な上り坂からのハイジャンプが特徴。コースの特徴も場所もセクターそのものだが、曲はレッドキャニオンが使われている。4. サンドオーシャンに、ウェーブパニック上下に波打った連続カーブがあるコース。 さらにダッシュプレートが多めで、マシンが飛び跳ねてしまう。5、ポートタウンに、スネークロードスタートエリアの直線以外、ずっと細いカーブが続く。なお、このコースは、初代カイゼロのポートタウン2をアレンジしたコースでも、ある。6、ビッグハンド、ビッグハンド見下ろすと大きな手の形をしているコース。狭い上に、壁が少ないので、ライバルカーに落とされやすい。さらに中盤は、 スリップゾーンが設置されていて、さらに落とされやすい。最難関コースの一つ。なお、場所は、デビルズ・フォレストだが、曲は、ホワイトランドが使われる。1、サイレンス3、アウトサイドループ外側に2周ループする箇所がある。コースで、スピードを出しすぎると遠心力で、コースから引き剥がされる。真上以外で引き剥がされると落下し、コースアウトする。BGM は、 DD 用に追加された新しい曲が使われている2、サンドオーシャン3、シリンダーループ途中シリンダーが、ループ状に巻かれており、スピードを上げすぎると剥がれてしまう。BGM は DD 用に追加された新しい曲が使われているが、サイレンス3とは違う曲である。3、デビルズフォレスト4、ダイビング急降下でパイプ中にダイビングするところがある、コース。とにかく狭く、 ダイビングしたパイプから出ると飛び上がるので注意。BGM は DD 用に追加された新しい曲が使われているが、上記2コースとは違う曲である。4、ポートタウン3、ジグザグクランククランクカーブ、デコボコ道とスリップゾーンなどがある、テクニカルコース。5、デビルズフォレストも、X 型が X だが、コースの半分が、ガードレールがない状態が多いコース。6、ビッグブルー3、 ジャポンコースが日本列島の形をしたもので、至るところにスリップゾーンやダードゾーン、トラップなどが置かれている超テクニカルコース。なお、コースはビッグブルーだが、BGM はシャミセンを使った日本を思わせる、このコース専用のものが使われる。1、ミュートシティ4、スリムハーフパイプ途中、ハーフパイプが、回、ゼロマシンが1、2台しか通れないくらい、狭い道になる、 そして途中ハーフパイプからハーフパイプにジャンプして移動するところが何箇所もある。サンドオーシャン3と同じ DD 用に追加された新しい曲が使用されている。2、スペースプラントにストレートジャンプジャンププレートが多いコースで、ピットエリアの前のトンネルの道はダッシュプレートとアップダウンがあるが、そこが一番の見どころでもある。BGM は レッドキャニオンではなくセクターの BGM が使われている。3、ポートタウン4、トラップロード後半、至る所にトラップがたくさん仕掛けてあるコース。特にカーブの手前に設置されており、コースアウトを引き起こす。トラップでショートカットすることが可能。サイレンス3と同じ DD 用に追加された新しい曲が使用されている。4、ファイアフィールドに、 180ローリング上下反転した状態でスタートするコース。スタート直後にパイプで180度回転し地面が下になり、その後はガードレールがない道やシリンダーなどがある。そしてスタート前でまたパイプで180度回転して地面が上に戻る。パイプは急にひねられているため、ひねりに追従できないと一気にコースアウトする。5ホワイトランド3 スターその名の通り、星の形をしたコースで、スリップゾーンとダードゾーン、ハーフパイプ、ガードレールがない道にスリップゾーンとダードゾーン、急に細くなる道とトラップなどの仕掛け満載のコースでもある。6. ビッグフット、ビッグフットビッグハンドの足バージョンだが、ビッグハンドよりも難しくなっており、ガードレールがない道にスリップゾーンがまたあり、足の指の部分ではコースが狭く連続で、 急カーブするところがある。場所はサンドオーシャンだがデビルズフォレスト4と同じ DD 用に追加された新しい曲が使用されている。X プログラムの自動生成で作成されるコースで演習場のシリンダーあるいはパイプのみといったシンプルなものから CPU が対応できずにリタイアするほどのコースまで様々な形が形成される。コース形状も天候も ベースとなる惑星も毎回変化する。さらに 64DD を持っていると BGM も毎回変化する。ありがとうございます。